まゆさん、それ、あれ、何ですか、そのアイコン。普通のアイコンですけど、二次元アイコンですけど。あなた、そんな顔してるんですか？してないですけど。自分をそうやって可愛く見せようとしたんですか？違いますけど。じゃあ、なんでそのアイコンしてるんですか？普通にペア化してるだけですけど、友達と。でも、なんか、そのアイコンみたいに可愛いと思ってほしくてやってるんですか？違いますけど。じゃあ、猫のアイコンとかでもいいじゃないですか。木のアイコンでも。猫とか木のアイコンでもいいじゃないですか。それだとペア買いにならないじゃないですか。じゃあ、ペア化だったら何でもいいんですか？ペア化で、友達と価値観が、違う、好きそうなやつ一緒に選んでやってるだわけかなりんました。じゃあ、僕がペア化の猫のやつやったら変えてくれます？で。なんであなたとペア買いにしなきゃいけないんですいか？や、友達にそれ送ってくださいよ。なんでですか？自分を偽らない方がいい。そういうのやめてください。ちょっと待って、眉が猫ってこと意味がわかんないんです違けど。う。そういう猫のアイコンに変えた方がいいよってこと。なんで？自分を可愛く見せようとしてるけど、あなたはそんな顔してないから。知ってるよ。知ってるけどさ、みんなやってんじゃん、そんなの。現なんか実そ見てんなほやってしい。てない。現実見てるよ、ちゃんと。じゃあなん自分がで、ブスなことぐらいわかる。分かってるの？分かってるよ。分かってる。じゃあ、あれ、変えようと思わないの？じゃあ。別になんで変えなきゃいけないの？なんで他人の意見聞いてなんで変えなきゃいけないの？眉が。まあでも、普通に著作権とかそれ取ってる？ないでしょ？知らないけどさ。まあその、友達とフリーアイコンしてるっていうのは分かったけど。初対面の人になんでここまで言わなきゃいけないわけ？そのさ、ブスだとかなんだとかさ、いや、言われなきゃいけ僕ブスとか言ってないよ。あなたない。いや、が自自分。分で言ったんですよ。でもさ、遠回しにブスって言ってるのと一緒じゃんか、そんいな。や、あなたが自分でブスって言ったんですよ。遠回しに言ってるのと一緒じゃん。僕が言ったんですか？遠回しに言ってんだよ。いや、でも、で、な、詐欺らな、ない方がいいかなと思って。いやいやいや、詐欺取るとかそういう話じゃなくてさ、別はにい。さ、あんたの意見を聞いてさ、萌がアイコン変えました。で、あなたに何の得があるんですか？いや、あなたに現実を見てほしいなと思って。だから現実見てるっつってんじゃん。じゃあ、現実見てたらそのアイコン使って男釣ろうと思わないでしょ釣ってないじゃん。釣ろうと思ってもないし、う。釣ってもないし。でも、ボンちゃん、このアイコンしてるけど、このアイコンよりかっこいいよ、これ。いや、それは嘘だわ。ほんまやで。ほんそまれやはで。ほん。いや、そんごめんなな。青い髪してないでしょ。だから、俺、このアイコンよりかっこいいでって言っじてゃあ、る。自画像出しなさいよ。なんで？自画像の方がかっこいいんだったら自画像出してたらいいでしょ。いいじゃん、別に。まあ、たていうかだ、さ、加工猫詐欺さんや、とか、そんなこと言えへんくない？加工詐欺やめてください。男の人やのにさ、男の人やのにさ、女の人のアイコン使ってさ、何をしとんってでも話。僕はこの女の子のアイコンが好きだから、このキャラが好きだから。かわいいいじゃんか。や、一緒じゃん。眉とやってること一緒じゃん、結え、局。違うよ。僕は、カッコつけてないでしょ。女の子釣ろうとしてないよ、僕は。でもあなたはしてる。男を、女の子のふりして、男を釣ろうとしてる。眉、男の人認定されてんの、え、眉。違う違う。女の人でしょ。それか、自分を可愛く見せて、男から釣って、金銭を取ろうとしてんのよ。してないから。なん貢でがせ金ようと取しらてなるきゃ。のよ。そんなことしないしさ。別にさ、そんな汚い金いらないし。でもそういうことをする可能性もあるよね。してないしさ、する予定もないしさ。もういいなんやん、でそっ蹴りちなよ。の意いや、ちょっ見と待って、負けそうになったらすぐ逃げるの？やめて、そういうの。いいやん、いいケケやん。ケケケ、もう、ケレケもう負レ。け、やめもう負て。けて、負負けけでまいいしかた。ら。いや、違負けうまよ。し詐欺た。らない方がいいよ。負けました。負け詐欺ってないし、持ましてないから。はーい、さよなら。追い出されちゃいました。